日産自動車、旭川日産自動車、美瑛町の3社がこれからの100年をテーマにブループロジェクトを本格始動です。美しい道と豊かな森を軸に美瑛の自然を守るブループロジェクト。この日は美瑛日産ブルースイッチの森の誕生を記念し、シンボルツリーの植樹が行われました。美瑛町の白金エリアを EV 推進エリアにしたり、日産の電気自動車のオーナーたちと一緒に森を作る取り組みを実施するということです。ゴルフダイジェストオンラインの新サービス、トップトレーサーレンジが北海道初上陸です。トップトレーサーレンジはゴルフ練習場の屋根や天井に専用のカメラを設置し、ゴルフ中継などで培った弾道計測の技術を使い、飛距離や初速、曲がり幅などを計測しスクリーンに映し出します。データをスイングの練習に生かしたり、ゲームモードでバーチャルゴルフを楽しむこともできます。体験した人はゲーム性もあるので楽しい、弾道などイメージしやすかったと話しています。東北の海浜植物の生態系再生のために KDDI が苗を育てるイベントを実施しました。およそ30人が参加し、ハマヒルガオやハマエンドウなど海浜植物の種を植えたり、苗の植え替えなどを行いました。東日本大震災から13年、北の里浜花の架け橋ネットワークが現地で植物の種子を採取して北海道で育てて再び現地に戻す活動を続けています。KDDI はこの取り組みに賛同し、東北復興の絆を絶やさないようにと活動を支えています。セコマとカゴメと北海道が野菜を食べようキャンペーンを実施しています。この取り組みは北海道健康増進計画、健やか北海道21に基づくもので、セイコーマートの店頭で野菜を多く使った弁当や惣菜を紹介したり、カゴメ商品をプレゼントする特典なども用意して、1日 350g 以上の野菜の摂取を呼びかけています。キャンペーンは14年目を迎えていて、今回初めて購入した対象商品の野菜重量の合計を競うウェブでのチャレンジ企画も実施しています。北連と北海道日本ハムファイターズが北海道農業を体験できる未来スマイルスクールを開校しました。これは食とスポーツの力で未来の笑顔を育む北連とファイターズの共同プロジェクト、未来スマイルの取り組みの一つで、北広島市にある北連クルルの森で小学生がピーマンや枝豆などの苗の植え付けを体験しました。未来スマイルスクールでは夏には酪農体験を、秋には収穫体験などを実施する予定で、子どもたちに食の楽しさや大切さを学んでほしいとしています。